小六男子の浜学園生です。今からできるところまで戻って。勉強をやり直し始めても受験に間に合いますか。まあできるとこはどこまでかが問題やな。どこ、どこなんですかね。いやまあ六年生は確かに難しいので。まあできるとこまでがどこまでかわからないですけど。まあとりあえず五年生のね。あの全部を戻すんじゃなくて。えっ、ー、と例えば算数の中のそこのある例えば項目。 だけを戻るとかね。その、項目でやらないと算数を全部戻って、なんかナンバー1からとか、そういう戻り方するともう絶対間に合わないですから。だから例えば、えー、と、まあ何ですかね。なんかいろいろ速さとかって、速さが結構難しいですからね。速さの簡単な部分の速さ1、2、3があったら、まあそこだけとりあえず戻すみたいな。そもそもはもう戻ってる暇ないんでね。だからあんまり戻らないで、今を必死でやって、 でそして、それでなぜ分からないのかなっていうのを、ちょっとこう、後ろをちょっとつまみ食いするっていう感じの戻り方でしょうか、全部戻るのは暇がないですね、だから今の問題を解きたいけれども、なんか分からないなみたいな、そうするとちょっと後ろを振り向いたら、ここかって言ったら、ここの問題を1個だけやって。 でまた元に戻ってきてこの問題を解くっていうじゃないと前のをがっちりやって、こっちに戻ってくるって言ったら、もう1年かかりますからね、それはちょっと無理かなっていう、だから、後ろをちょっとこうつまみ食いしながら、前の部分をつまみ食いしながら、今のものを完成させるっていう感覚がいいと思います。